こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日は無課金サブアカ柴犬丸やっていきたいと思います。昨日生放送ご参加していただいた皆さん、あとアーカイブご視聴してくださった皆さん、ありがとうございました。あと今日誕生日の方、おめでとうございます。それでは、今日やっていきたいのですね、はい、5月のクエストレベル12でございます。はい、3体以下のチーム編成で入れる。はい、そこで私が組んできたパーティーがこちらでございます。それではご説明しましょう。リーダー、カイドウですね。カイドウに、無効貫通、スキルチーム2つ、オールドロップエンダー、極性の闇カーリーの武器ですね。はい。で、こちらがサブのテンセールシャナですね。はい。聴覚性がスキルプラス。で、潜在もスキルプラス、プラス、プラス。特にね、理由はないというか、お手軽にスキルが漏れて、しかも芝ドラの降臨のミッションあったじゃないですか。あそこでなんか、ゲットできてたんで、で、いきなりレベル120やったんで、ちょっと入れてるだけです。で、あと、オートガードつけております。本当はね、僕メインでね、タイ焼きでクリアしたんですけど、なんかタイ焼きね、僕めっちゃゲットした覚えあるんですけどね、何落ち迷ったか全部売ってました。で、2体目のサブがマームですね。マームに、聴覚性スキルプラス。で、ドラゴンキラーはなんかついてたんですよね。はい。で、毒目覚め耐性。で、アシストが、バルバトスの武器、三日月オーガスですね。はい。で、こちらがフレンドさんのカイドウでございます。フレンドさんのカイドウにもスキルチェーン2つ、無効貫通ですよね。はい。をつけてもらってます。で、バッチャーね、ちょっとね、もう今回ね、HP とか、指とかにしたいところなんですが、スキブの調整で、スキブバッチにしております。はい、それでは5月の10クエスト、レベル12、対戦、よろしくお願いします。いや、もう、ほんま、シェリアスがね、吸収しちゃならん色をね、ばっか吸収してきて、もう、それで集中が消えて、カイドウさんを変身させるのを忘れずやったら負けてへんのよ。OK。で、まずは、オートガード使ってあげますと。で、次はどうすればいい？これ三日月の武器ですね。その、やっぱガンガンね、僕がその盤面を嵐に対抗しようと考えた結果、指伸ばしつつルーレット作っちゃえばいいんじゃないかっていう感じになりましたね。はい。あ、ず、はい。いや、ちょっと待って。いやー、ちょっと間に合わへんな。まあまあ、ええや。どうせここはね、もう3色ね、ここは別にそんな頑張らんでいいんですよね。3色決めたいだけなんで。で、次で、カイドウさんがここのターンで変身できるんで、まあ実質このターンから勝負みたいなもんですね。よし、で、始めよう、ボールの使い。で、指伸びてるときは、なるべくね、この、回復十字も作ってあげたりとかしたら、割りかしね。待って、もうペンがね、ボロボロなんで、僕ペン派なんですけど。ここでこうして、はい、水いただきます。はい、水いただきます。あー、やっべー、OK、降ってきたー。よーし。OK、OK。超根性は削れた。はいはい。で、このターンにルーレット。水はとりあえずもう第一優先で引っ張ろうか。水は全体攻撃必須やから、はいはい。で、これで、あとは火を。あ、ちょっと待って、間違えた。はい、OK。なんか無効貫通組んでるね、僕。闇の無効貫通組んでるね。OK。はい、OK。で、このターン、もう一ターンね、こんな指かけたかったんですよ、時間。こんな指もう一ターン時間かけたかったんですけど、ちょっともうしゃあないんで、このままいっちゃうと。はい。で、あ、いや、やっぱり回復待ちにできてないけど回復ってきた。ナイスです。で、ほんまこの雷鳴八景が使える段階で行きたかったんですよね。オッケーオッケー。
でちょっと回復力が心もとないんで、もう、あ、やべえ、光。でもこんだけ削ってきたらね、もう半分まで削ってるんでね、あ、いけへんか。まあ、ごめんなさい。もうイレギュラーだらけ。イレギュラーだらけよ。多分今、回復、LG 組んでなかったら、やられてましたね。よいしょ、OK。これで取り戻しましたね。ちょっと時間かかっちゃったんですけどね、一旦余分に。耐えれる。軽減が貼ってあるうちは耐えれる。で、ここでルシャナの、回復力奪い返して、指も伸ばして、ドロッキョンかけて、そっから雷鳴発揮。回復3つはいかついな、なるほど。はい。これでいいか。はい、OK。もう半分まで持ってこえたら十分ですね。OK。さて。で、このターンで何が吸収されるかで運命が決まる。やめて。よーし、キー、ナイス。雷鳴吐き行った方がいいんかな。でもいかんでもいいよな。だって。雷鳴吐き、そんなに痛くないんですよね。軽減がまだ残ってるんで。経験残ってるうちに、ちょっと、雷鳴発揮温存しようか。はい。よし。はい、暗闇は、大丈夫、OK。で、ここで雷鳴発揮使って、はい。これ四つ消しとこ。四つ消しにあんまり意味はないですが。これでワンパンっすね。オッケー。よし。なんとか立て直しましたね。はあ、ぶんねー。で、ここで、デバフが来るんで、で、HP も満タン近いんで、またね、ルシャナを使うんでいいと。で、全力で戦わせてもらうので、デバフをバーキしてあげて、で、カイドウ。はい。最悪ね、ミスっても、全然どうとでもなると思うんで。やべ。はい。なんとか決まった。よいしょ、OK。で、このターンはね、おとなしく、もう回復に専念しましょうか。はい。多分ね、水が消えてんけど、前か。そこに水が来てほしかったけど、OK。で、毒が降ってくると、毒目覚めは大丈夫。で、ここ毒になるんで、雷鳴発揮使うわけにいかんかったのは、そんな感じの理由ですね。で、ルシャナを使って指伸ばしてあげて、ほい。で、はい。で、あとは何や。全部揃ってね。はい。水も一個ぐらいいっとくか。光いけてへんかった。危ねえ。よし、ここ気合で。ここ決めれた勝ちですね。何が揃いやすいかな。何持ったらいいやろ。ここでじゃあ光を決めて。はい。いい、闇。OK ですね。イエーイ。よっしゃ、上がった。はい。よし、それじゃあ、石もらいましょうか。
12個。ありがとうございます。はい。そんじゃ、こんな感じの編成でも勝てるよって動画でした。まあ、めちゃめちゃイレギュラーあったんですけどね。まあ、それでもね、こんな臨機応変ね、立ち回れば全然どうとでもなるんで、はい。カイドウさんやったらね、はい。それでは、この辺で今回の動画お開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録、高評価してくださると嬉しいです。あと概要欄に活動一覧っていう僕の SNS を詰め込んだリンク貼ってあるので何かお好きなものがあればフォローしていただけるとありがたいです。そうなんかなんでそんなウィスパーボイスみたいになった。ありがたいです。それではまた次回お会いしましょうか。どんな締め方してたっけ。とりあえずはいバイバイ。雷鳴ホッケー。